はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回は商品改良を行ったスバルソルテラ、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。安心と楽しさをキャッチコピーに掲げるスバル、そして今日乗るのはスバル初グローバルバッテリー EV のソルテラ。果たして電気自動車のスバルにもらしさはあるのか、今日は一般道高速道でじっくりチェックします。というわけで乗っていきましょう。はい、というわけで今回は商品改良されましたスバルソルテラ、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。今日借りましたのは ETHS の AWD 最上級のグレードで、お値段は715万円となってます。ただこれは電気自動車なので国から補助金が85万円出ます。さらに最近ですね、私が住んでる滋賀県においては地方独自の補助金っていうものも出てきまして、まあそれこそ近年はこういう電動モデルどんどん普及させていこうっていう、そういう流れがありますので、地方独自の補助金も拡充傾向にあるかなと思います。これからですね、ソルテラを買おうと思っている方、国だけではなく地方の補助金っていうのも確認をしてください。いやでもね、まずこれオーバルステアリングに変わったっていうね、これ個人的には結構いいなと思います。というのも今までの深淵タイプってどうしてもですね、シートポジションによってはこのトップマウントメーターの一部にハンドルのエリアが被ってたんですよね。なのでなんとなく気持ち悪い感じであったりとか、まあ実際のところはメーターの視認性を少し落としていたっていう、まあそういうドライビングポジションの方もいたと思います。ただこれね、上の部分が水平に切ってありますので、ここに邪魔になってない。なのでこの進化はね、今回結構大きないいところかと思います。私もプリウス乗ってますけども、あれも同じようなトップマウントメーター方式で、ここがね確かに若干被るんですよね。あの表示のないエリアですから、いいっちゃいいんですけども、まあ人によってはっていう部分がありますし、なんかプリウスとかあと BG ホイックスもこの形状にしたらいいんじゃないかなっていうところはちょっと感じますよね。まああと当たり前ではありますけども、ここにブレーキホールドのスイッチがついてまして、信号待ちで止まってる間ペダルをずっと踏んでる必要はありません。この辺も快適装備としてちゃんとついてますし、あと最近のスバル車は11.6 インチの縦型ディスプレイで、そのディスプレイ内に集約されてますけども、ソルテラに関しては物理キーで残ってますので、この辺の操作性もかなりいいかなと思います。さあというわけで、ここから高速のインプレッションをお届けしていきます。まあ、まずその前に搭載ユニットとしては、これ前後に E アクセルと呼ばれているモーターであったりインバーター系を一体化してコンパクトになっているモーターユニットが積まれてます。それぞれ80馬力169ニュートンメーターを誇ります。じゃあ前回いきます。ノーマルモードでいきます。せーの、はい、このような加速感があります。いやこれね、めちゃくちゃ爽快です。もう一回いきましょうか。せーの、ほらどうですか、この伸び感と最初のレスポンス、めちゃくちゃいいです。ここもちょっと踏むだけで、こんな感じでぐいぐいと加速してスーッと進んでいく感じね。実際にこれ AWD のモデルに関しては0100キロ加速 6.9 秒です。まあ数値だけ聞くと、まあ電気自動車だからそんなもんかなと思ったり、まあもっと言うならばさらに速いバッテリー EV の車はあります。ただ現実的に考えて 6.9 秒は結構速いですからね。7秒台でも体感的にはかなり速いと思う部類なんですが、6秒台入ってますので、まああとで一般道のゼロ加速もご紹介しましょう。もうグッとくるものがあります。そしてやっぱり静か、もう何よりもですね、ソルテラ乗って思うのはこの静かさです。どうですか、
加速をしている最中もヒューンっていうなんかワープするようなそういったモーターのこう駆動音は出ます。ただエンジンがうなってるとか一般的なその内燃化に比べて明らかに静かっていうところはやっぱこの電動モデルのいいところかと思います。いやどこまで踏んでもどんな踏み方をしてもうなり音がないっていうのはやっぱりバッテリー EV を乗るメリットでして、常にこの静かな環境を味わえる、またそういったノイズが発生しないことで、今は撮影ですから切ってますけども、例えばこれハーマンカートのサウンドシステム組まれてまして、音楽聴いてる時とかよりクリアに聞こえます。その辺は本当にいいところです。ただ一方でこれねエンジンが乗ってないことでそういった駆動系のノイズはない分、逆に言うとロードノイズとかあとは風切り音が結構目立つシーンがあります。特に高速走ってるとそこはねちょっと気になります。まあ、ロードノイズはそこまでは目立たないんですよね。というのもこれ下にバッテリーが入ってまして、あとフレームのブレース類も入ってますので、その辺でうまくこう音とかは抑えてます。しかし風切り音はこれは個人的にはちょっと気になります。A ピラー周りからの音が結構出まして、まあ、特にドアミラーがやっぱでかいのでそこでこう風が当たる音が割と発生してるかなっていう印象があるんです。ソルテラのいいところはこのスティアリング、あとはサスペンションの動き、このあたりトータルで滑らかなんです。あと路面のザラザラ感とかもうまく抑えてますよね。これはプラットフォームがいい、スバルグローバルプラットフォームっていうトヨタと共同開発されてるプラットフォームですけども、これの振動特性が結構いいです。さらにはタイヤの影響とか、あとは細かい微振動をサスペンションなどで抑えてる影響でしょうけども、乗っててこのザラザラ感がない、なおかつステアリングであったりこの辺のフリクションもない、あとシートもねやっぱ生地感がいいのでしっかり肉があって、この辺で雑味は落としてます。でスバルといえばやっぱり安心と楽しさです。まあ、まず楽しさから言うとこのハンドリング、シャキッと曲がる印象ね。操舵音統制は結構高いです。やっぱこれはですね通常内燃機だったらボクサーエンジンを基軸とした低重心があります。しかしこれはボクサーエンジン乗ってません。ただバッテリーがですねこれ床下に入ってまして 71.4kWh 結構でかいんです。これなんででかく詰めたかというとホイールベースを長くしてます。まあその結果室内効率も上がってますけども、走りの面でいうとそのでかいバッテリー、重たいバッテリーを床下に配置しますので、なのでよりこう低重心でしっかりした安定した走りがあるわけです。ですからこう緩やかに車線変更しても車の安心感あります。そしてシャキッとステアリング切ったらここで反応性の良さを見せてくれて楽しさを味わえるわけです。スバルらしい要素は、まあ、実は電気自動車ではあるんですけどもいろいろあります。まあ、正直ボクサーエンジンならではのあの鼓動とかフロントがすごく重心が低くてエンジン車なのにそんなに振動がないとか、まあ、もちろんそういうものはもうバッテリー EV ですから味わえません。ただしハンドリングであったり安定感とかそういう、 こう枠組みとして見た時のスバルらしさはあるかなと思うんですよね。最初乗った時にやっぱり電気自動車ってもうある意味無味無臭ですから、若干それをソルテラにも感じてました。ただ乗っていくごとに、あ、なんかスバルの車だなっていうのは徐々に感じてきたというか、まあ、だから長く乗ってるとそういう部分もメーカーごとの味としてちゃんと感じられるのかもしれませんね。いや本当ね気持ちいい走りを見せてくれるわけです。じゃあせっかくですからここで改良点を含めてご紹介していきましょう。運転支援使います。まずですねこれ入ってるのは
アイサイトとかアイサイト X ではありません。これはトヨタベースのトヨタセーフティセンスっていうものがありますけども、それを今回ソルテラにも適用しています。で今回ですね、これがアップデートされました。でそこで追加された機能がアドバンストドライブ、そしてレーンチェンジアシスト、まあ運転支援でいうとこの2点が大きいわけです。でアドバンストドライブ実際に使ってるシーン、これは帰り首都高で撮りましたのでこんな感じです。はい、今ですねソルテラを借りて初日です。今から自宅に帰ろうかなと思ってる最中に早速渋滞に巻き込まれました。運転支援は首都高に乗ってからずっと使ってるんですけども、今回の改良であの機能がつきました。アドバンストドライブ渋滞時支援、いわゆるハンズオフ機能です。これ速度としては40キロ以下のシチュエーションで、まあ、こういった渋滞に巻き込まれた際にドライバーちゃんと前見てる必要はあります。あといつでもハンドル持てるようにはスタンバイしておく必要はありますけども、でも監視義務だけで操作する必要がなくなりますので、はい、今こんな感じでもうアドバンスドライブ今入ってます。まあ、ずっと前を見てる必要はもちろんあります。これレベル2とレベル3っていうその運転支援の決まりがありまして、レベル3はもうそれこそね法律が許せばスマホ触っても OK みたいな、そんな世界線ではあるんですけども、レベル2の中でもこの 2.5 くらいのちゃんと前は見ている必要があり、これで事故起きたらもちろんドライバーの責任ではありますけども、ただしこの再発進とかも今もう3秒以上経ってるのに自動発進とかやってくれました。ただしこういうインターの合流とか、まあ、あとはジャンクションどうでしょうね。さっきから試してるんですけども、確かにインターの入り口の部分と出口の部分はアドバンスドライブが切れる確率が高いですね。まあ、この辺はおそらくちょっと破線の形状が変わったりとか、まあ、あとは状況的にハンズオンして操作してもらった方がもちろんこう事故のリスクは減りますので、こういう部分ではもちろんハンズオンは必要ですけども、まあそれでも運転支援は継続してますし、まあ一般的なこう渋滞路を走っていてストップアンドゴーが続く、まあ、そういうシチュエーションでは本当にねこれは役立ちます。さあさっきはアドバンストドライブ首都高で使ってちょこちょこ切れてましたけども、今東名で横浜町田インター手前でまた渋滞しまして、そこで使ってると今大丈夫ですね。前方を確認してくださいっていう警告は出ましたけども、まあ一回もアドバンストドライブ入ってから途切れることなく使えてます。まあ、こういった部分では大丈夫ですね。うまく作動してくれます。じゃあここからですねもう一つのレーンチェンジアシストを見ていただきましょう。まあその前にまず運転支援を起動します。メインのスイッチをポチッと押します。ワンタッチで起動します。あとはですねレーンチェンジアシストですから車線変更アシストしてくれるわけですけども、対応車速としては70から130、自動車専用道路を走っている際に行ってくれます。でドライバーの操作としてはウインカーを1段階目で保持します。そうするとピッと音が鳴りまして、あとはハンドルに軽く手をかけているだけで自動的に車線変更をしてくれます。非常にスムース。まあ、ちょっとですねウインカー操作をしてから完結するまでの時間が長いなとは思うんですけども、まあ、これはソルテラだけではなく同じシステムを採用している例えばレクサスもそうですしトヨタもそうですし、大体こんな感じなんですよね。でこれね一ついいなと思うのはやっぱりドライバーの目でも周辺監視して車線変更時の事故ないようにっていうところはちゃんと見てるんですけども、さらにこれリアのミリ波レーダーでも後続車の状況確認してますので、より事故を抑止できる、まあ、さらには車線変更もアシストしてくれますので、より快適に高速ドライブができるっていう、その辺もねやっぱレーンチェンジアシストがついたいいところかと思います。もう一つ言っておきましょう。これそもそも今レーダークルーズとレーントレーシングアシストを使ってますけども、これを作動する条件としてはやっぱりドライバーがちゃんとハンドル持ってる必要があるんです。今まではこれトルク感応型でした。なのでステアリングちょっとこう左右にトルクをかけないと警告が出ていたんです。
ただ今回からですね、タッチセンサーになりましたので、なので強く握らなくても、本当に軽く指がハンドルに触れてるだけでですね、テンションかけなくてもちゃんとハンドルを持ってると判断してくれるようになりましたので、この辺もね、いい進化です。いや実際ね、これ借りてからこの関西関東の往復今 1.5 往復してるわけですよね、このソルテラで。それね、すごく快適にこなしてます。なぜかというと、運転支援がついてて、さらにここタッチセンサーになってるおかげです。変な警告が出ないっていう、そこの疲労軽減もかなり今回のシステムが入ったことでやってくれてますね。で、今思い出しました、高速域の乗り心地ですよね、そのいわゆるゴツゴツ感があるのかどうかとか、まあ、その辺も言及しておきましょう。実際に気になる不快な突き上げは基本ないです。すっごく上質です。確かにスバルらしいちょっと足が張ってる感じであったりとか、ハンドリングを出すための足のセッティングっていう部分は垣間見えます。でもやっぱね、他のものに比べたら乗った瞬間にとにかく乗り心地がコンフォートな印象があって、すごく快適ですし、心地のいいこの凹凸のいなし方をしている、決してふわふわした足ではないんです。でも突き上げとしてはガツガツした感じではなく、全体的にしっとりとした動きがありますので、乗り味上品だし、で適度に足が硬いっていうね、そういう部分もうまくスバルらしさちゃんと表してるかなと思います。さあ、というわけで一般道に降りてきました。ここからは下道レビューです。まあ、気になるのはサイズ感とか見切りの良さとか、そういう部分ですよね。まあ、正直見切りは全然いいです。ドアミラーがついてる位置もドアパネル でピラー太いとはいえ隙間がありますので、交差点曲がる際の歩行者確認とかは結構しやすいです。ただ幅は 1860mm ありますので、ちょっと気を使うかなっていうシーンは、まあ、何度かありますね。完全にスイスイ走れるっていうことではなく、まあ、そこはもうサイズなりに気を使うシーンは、まあ、たまにあります。まあ、でもですね、そんなにむちゃくちゃでかいわけではありませんし、まあ、1.85 クラスっていうのは最近結構増えてますからね、まあ、そういう意味では、まあ、他とそんなに大きく変わりないかなと思います。あと今曲がりましたけども、交差点そこでね、いいなと思うのはこのオーバルステアです。これいい。というのも手をかけやすいわけですよね。正しい持ち方がどうかっていうのは置いといて、運転がしやすくなります。というのもここを持ってこう操作してもいいわけですけども、最後もう1回転回すみたいな時にここを持ってグッと曲げられるっていう、テンションがかけやすい、指がすごく引っかかるっていうね、そういう意味でもこの形状は個人的に運転しやすくなってるし、個人的には結構好きなポイントです。いや、いい進化だと思いますね。そして今前のトラックちょっと速度落としてきて、ブレーキここで踏みます。まあ、通常だったらこういうね、ブレーキ操作が必要になってくる、アクセル離してブレーキ踏んでっていう、この辺でこう加減速のコントロールをするわけです。ただこのソルテラは違います。ここにパドルシフトがついてます。これ何かというと、回生力を4段階で調整ができるわけです。1,2,3,4 とで、マックス行くとこれ S ペダルっていう機能がありまして、これが作動するようになります。なのでマックスまで引くと S ペダルオン、そこから3,2,1,0って言った方が分かりやすいかと思いますけども、こっちを引くと回生力が弱くなります。でマイナス方向を引いていくと回生が強くなるっていう形ですけども、まあ、これのいいところとしましては、例えば前の車が少し減速した時に、通常の車でパドル引いてエンブレ使う感覚で同じように引けば減速します。まあ、さらにこれ電気自動車ですから、無駄なくそのエネルギーを吸収できると、そういったメリットも持ち合わせます。まあ、さらに市街地だけでなくてワインディング走ってる際もコーナー手前で引けば、それもまた一つ活用できるシーンかなと思います。でこれアクセルを離すとですね、ぐーっと減速します。しかもちゃんとブレーキランプも点灯するっていうことは、
まあ、結構ですね減速度は出てるわけです。やっぱこれがあると市街地走行ほとんどワンペダルで走ることができますので、より快適にこのソルテラ乗ることができると思います。ぜひねこれは使ってほしいです。でその減速度でいうとアリアの E ペダルよりもちょっと弱いかなって感じはします。ただし注意したいのは完全停止はしません。この辺でアクセルを離すとぐいぐいこう減速はします。ただ最後はやっぱりクリープでスルスルスルって進んでいきますので、そこは通常のフットブレーキを踏んでもらう必要はあります。なのでまあ最近の他のモデルと同じですね。ここも最後ブレーキを踏みますと、こんな感じです。ちょうど信号で止まりましたのでアクセル全開いきますか。ゼロ加速ね、ちょっとマックスの性能を見せたいのでパワーモードでいきます。アクセルバーンと一気に踏みますけども、その加速感あと安定感にご注目ください。じゃあいきます、せーの。完全ワープする感じですよね。踏んだらドン、うお結構体に G がグッとくる感覚があります。いやあのね速いしレスポンスがめちゃくちゃいいです。で高速道で言い忘れましたけども、上の伸び感もめちゃくちゃありますからね。最初のこの加速度がこうじゃなくてこうきますから、インパクトが通常のガソリン車よりも全然あります。いやこれはね恐るべし。ソルテラね、特に AWD モデルに関してはより爽快な加速感を味わえます。さああとは乗り心地であったり静粛性、そういう部分かと思います。まあ、乗り心地はね一般道の低中速域であってもあまりゴツゴツ感は感じませんね。高速域と同様です。すっごく滑らかで、あと当たりのしっとり感とか、いやこれね確かに価格相応の質感になってると思います。いや今回のソルテラはですね動的質感にも結構こだわってあって、でもちろんハンドリングとかそういう面白さもあるんですけども、とにかく乗ってて上質感が高いっていうところが一つこの車のいいところです。なので一般道走ってようが高速走ってようが変わらずいいところとしては、乗り味がすごくね落ち着いてて、あと路面の変化に対してこうしっとりと全ていなしてくれるっていう、そんな感覚があります。この辺低速域も落ち着いてます。でちょっと速度上げて60キロくらいで巡航しても車がねこうバタバタする感覚がないわけです。うん。フロントもリアも落ち着いてこうコトコトいなす感じがあって、で基本は路面のザラザラ感ありませんし、いや乗り味はかなり上質感のある、いや上質感というか上質ですね。すごくいいフィーリングに仕上がってます。でこれ実は AWD のモデルに関してはショックアブソーバースバル専用開発品を使ってます。あとフロントにはリバンドスプリング入れてまして、これレヴォーグとかでも使ってると思いますけども、伸び側のところでですねそこでグッと押さえるような動きを出しますので、なので騒音性とかを高めてると、まあ、そういったショックアブソーバーが使ってあるわけです。だからある意味足のセッティングもスバルらしく味付けされてるかなと思います。でサスペンション形式、これはフロントスラット、そしてリアはダブルウィッシュボーンになってます。で静粛性ですね、これはですねやっぱ一般道の速度でもミラーの風切り音がちょっとでかいですね。ここは唯一惜しいポイントかなと思います。ほんとそれ以外は特に目立ってないのに、唯一風切り音が同じ車格であったりサイズ感からするとちょっとノイジーな印象が出てます。そして直進性もかなりいいですけども、で
でもソルテラね、これワインディング走っても結構面白いと思いますね。それほどにアジリティは高いです。あ、でもちょっと重いか。動きとしては軽快感はありますけども、でも内臓の重さは感じます。この特に重たい物体がこう中央寄せになってますので、曲がるときに綺麗にロールしてスーッと曲がっていくんです。で、頭の入りもめちゃくちゃいいです。ただ内臓が重くて、そこでよいしょっていう感じは出ます。というわけでラストにですね、燃費を確認しておきましょう。といっても今回はですね、借りてからしばらく乗ってのトータルの燃費になりますので、今回の試乗だけではありません。そこはご容赦ください。というわけで実際にどうなったかというと、キロワットアワーあたり 5.7 キロになりました。まあまあこのサイズですから、しかも結構高速走ってますので、まあ、大体この数値くらいかなっていうところが個人的にもちょっと感じる部分ではあります。ちなみにカタログ数値、これはもうちょっと良くて、キロワットアワーあたりでいうと約 6.8 キロになってます。まあ、これはおそらく速度レンジであったりとか、まあ、乗り方とかね、そういう部分も含めてうまく乗ればそれくらいでしょうけども、まあでもエアコンつけてってなるとそこまではね伸びなさそうな雰囲気ではあります。ちなみに航続可能距離、これもカタログ値としては487キロ AWD のモデルです。ただ実際にですね、私が借りて乗ってる感じだとエアコンつけてるとまあ360くらいかなと思いますね。で、ちなみにこれですね、ソルテラ今回の改良で寒冷時の充電性能っていうのを高めてます。というのも今までですと実際にですね、これバッテリーが冷えてる時はやっぱりこうあんまり充電能力としては効率が良くなかったわけです。ただそれをうまく水冷方式でこれはバッテリーを冷やしたり温めたりしてますので、そこの性能を改善することによって実際に、まあ、限定的なシーンではありますけども 30% ほど充電する速度を高めたというところで、この辺も実はですね今回の改良点に含まれてます。というわけで今回はスバルソルテラ改良版の試乗インプレッションをお届けしてきました。まあ、今回ちょっと特殊というか、普通の内外装もご紹介しますし、さらには2週間ですね乗って感じた魅力と不満、これもまた1本動画作りますので、ぜひそちらも合わせて見ていただければと思います。まあでも非常にいい車でございました。というわけでスバルソルテラ試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。